ミドフィナンシャルグループ名誉顧問の斉藤です。社長名鑑の変革への決断シリーズ特別企画第8弾として、今日は皆様ピザーラの、ご承知のフォーシーズンの浅野会長兼 CEO にご登場いただきます。浅野さん、今日はお忙しいところ大変お忙しいのありがとうございます。まあ、浅野さんといえばもう最初は大変裕福なご家庭で生まれて、で京大学行かれてというふうに伺ってますけど、その高校生ぐらいの時に何か人生の大きな転機みたいなのがあったんですか？はい、高校2年までですね、本当に先ほど今斉藤顧問がおっしゃってたようにですね、本当に恵まれた会社指揮メーカーでですね、東京目白で牛乳キャップとか紙コップとか紙皿とかですね、それをやってる会社の3代目で生まれましてですね、お前全然勉強しなくていいぞと、将来は社長になるからもう黙って人を使うことだけ覚えなさいと、そう言われて本当に勉強しなかったんですが、高校2年の16歳の時だったんですけども、父親が倒れまして42歳っていう若さで倒れまして、それから急に人生が変わったという形なんですね。はい。それでその会社はどうなったんですか？会社はですね、結局同族会社だったもんですから、やはりそのちょうど同族間でも揉めましてね、経営権の、よくある話なんですけども、それでうちの父が療養倒れたということで、経営権を奪われてしまった。なるほど。ということで、それから一家がちょっと大変なことになっていったという形なんですね。なるほど。なるほど。はい。それで、大学まではそのまま進まれて、ただそちらの、お仕事の方に頼るわけいかないから、そのお母様と浅野さんとで何か新しい事業を、ご商売をこう始めていこうというような模索の段階が始まるんですか？ですから16で倒れて、17、18頃ですね、その頃からもうすでに、結構突然社長夫人からこうガラッとこう変わりました。でそういうことがあったんで、なんとかこう長男だったもんですが、なんとかこれ母親楽させなきゃいけないなと、突然思い始めましてね。ですから突然温室だったとこからいきなりこう真冬の吹雪の中に出たような感じで、なんとかこう浅野家の再興をしなきゃいけない、将来社長になってもう一回浅野家の長男として頑張らなきゃいけないっていうのが僕のモチベーションになります。なるほど。はい。その時はその紙メーカーを自分がまたやるってんじゃなくて、もう新しいことはやろうっていう、そういう感じですか？何らかの形で自分がもう創業して社長になろうということは思ってたんですけど、全然何だか分からなかったです。で当時は母親が、本人が何を思ったんだか、こう突然自分ができることって何だろうって考えた時に、毎日家庭麻雀って結構よくやってたんですね。家でよく麻雀をやって、で自分は麻雀ができるっていうことに本人が言いまして、母親が言いまして、じゃあ突然目白から山手からですね、両国の駅までですね、麻雀の雀荘をやり始めたんです。で僕は高校2年ですから、一番下の弟が小学校っていう6年生で、毎日学校終わるとそこに手伝いに行ってパイを磨いたりですね、そういうところでですね、例えばお客様からチャーハン頼んだりとか食べ物頼むと50円ぐらい乗っけてこう提供すると、そういうところで商売のイロハのイノシを勉強したみたいな感じだったですね。慶応の大学生になられてからも、何かその学生相手のビジネスを始められたというふうにも伺いましたけど、これはどんなビジネスだったんですか？ですからそういう、家庭環境だった、要するに全員みんな周りにいるのはこう幼稚園からのボンボンが多いわけですよね。それからは変わらない、やっぱり自分だけがこう突然もうなったということで、これはもう親の力にはやっぱり頼れないなということで、海外に行きたかった、当時ミッキー安川さん その AFS ってアメリカンフィールドサービスって、ああいうのを見てですね、小説読んで、なんか海外にアメリカに行って金髪のガールフレンドできたらいいなとそう思っててですね、行きたくてしょうがなかったんですね。ところが行ける状況じゃないだったら、じゃあ自分でハワイに行きたい、じゃあどうしたらいいんだろう。それでですね、その時は
今考えると、まあ、冗談みたいな話なんですけども、うん、あの眠りながら成功するってジョン・マーフィーが書いた有名なベストセラーがあって、うん、自分はそういうその本を買ってですね、はい、自分は必ず思う自分になるんだということをこう読んだんですね、うん、しかも眠りながら成功するなんて最高じゃないですかもうこんないいものはないということ、それでじゃあそれを読んでですね、ああそうかと、だったらじゃあ自分は毎年ハワイ行くためにはどうしたらいいだろう、うん、それには、あ、旅行代理店を作ればいいんだと、うん、非常にストレートにですねそう思いまして、それで旅行代理店を作ったんです、うん、学生の小、そうですね、小学部ですか、大学の2年の時だったんですかね、うん、それであの、まあ、それも普通の代理店ではなくてですね、うん、内部進学者をいるか、うん、内部のですね、うん、あの高校があるような、うん、付属校があるようなところにですね、うん、幹事校を作りましてね、うん、慶応だとか早稲田だとか、うん、それから、まあ、学習院のフェリスだとか、うん、成城学園だとか、うん、精神だとか、そこに幹事をみんな置いてですね、うん、友達関係、うん、で内部進学者をターゲットにしたツアーを企画して、うん、毎年ハワイ大学に1ヶ月間行く、うん、そして10人集めたら1人タダって仕組みを作ってですね、なるほど、で5人集めたら半額で行きなさい、うん、それでその代わり面倒見てねみたいな、そう、代理人になると自分はハワイにタダで行ける、はい、10人で集まったらタダという形でですね、そういうでやりまして、本当に毎年300人とか400人とかそういう集まってでですね、非常にうまくいきました。しかし海外行ってとハワイっていうのがやっぱり時代を感じさせますな。そうですね、うん、あのでもやっぱりあの親がおさんがこう、ね、うん、出しやすいように短期留学というところにポイントを置いてですね、ハワイ の, そのサマーセッションっていうのがありまして、うん、ハワイ大学の学長と交渉しましてね、そこであの受け入れてもらって、それで本当に勉強やりながらちゃんと卒業証書もいただいたという仕組みを作りました。でそこでいろんなその大学で配る、はい、集めるためのパンフレットとかチラシとかそういうのも作られたんですか。はい、その時にだから自分たちで印刷もして、デザインも自分たちで作って、うん、それで各大学に行って配りをした、うん、まあ、だから今のピザーラの原型みたいなのがそこでですね、あるわけなんですね、うん、はい、それからその各大学の代理人なんかとの関係も今のフランチャイジーみたいに、そうですね、その浅野さんも あれだけどもプラスになるけど、その人たちもそれぞれ、ね、あの利益を得るというようなウィンウィンの関係みたいなのを作ったわけですね。ですから当時のメンバーの中でいまだにうちの副社長とかですね役員にも当時のメンバーがおりまして、あ、そうですか、はい、であの向こうではやっぱり学生で1ヶ月いるわけですから、うん、いろんな企画、うん、例えばテニストーナメントだとかゴルフトーナメントとかですね、うん、ダイヤモンドヘッド登ったり、当時まだオープンになってなかったんですけど、そういうのやったりですね、バーベキューやって、いろんなことをですね企画いたしましてね。やっぱりそれを企画するためにはいろんな交渉力とかなんとかっていうのも、はい、そこで培われると、はい、いうことですね、はい、ですからあの、まあ、さらに旅行って不良の時代ってしょっちゅう起きますよね、うん、まあ、経営ある意味経営と一緒で、うん、まあ、万が一ダメでこれがダメだった時次こういうの行こうっていうのは、うん、常にこう二重の考えをカードを持つようになりましたですね。想定外っていうことをなるべく少なくしてね、はい、全て想定の範囲で、はい、二の矢三の矢を持っているということですね。